はい、皆さんこんにちは。タクシーチャンネル源太です。本日はこちらゴールデンウィークどうだったのかというところを最新の情報でお伝えしていきます。で私はですね、ゴールデンウィークに限って言いますと、前半は仕事出ました。で、後半はちょっと長めに休みもらって6連休かなをしています。まあこの辺ね、こう休みくっつけられるのも、まあタクシーのいいところですし、まあタクシー会社のそれぞれの、まあシステムだったりルールだったりします。なので、まあ私はね、休みくっつけられたり、自由にこう休みをこうシフトでね、気軽に交換できるのがいい会社だなと私は思ってるんですけど、まあそうじゃない方もいらっしゃるので、まああまり休みのこととか、あのどれぐらい働いたみたいなことはあんまり言わないようにしようかなとは思っております。はい。で、ゴールデンウィークですね、今年のゴールデンウィークどうだったのっていうところから見ていきましょう。で、ゴールデンウィークは基本的にはまあ暇でしたね、思ったよりは。はい。で、私前半出たんですけど、まあきついなーっていう印象はありました。街のその人の乗る人のに対して車の数が多いなっていう感じですね。で、客数はまあ結構いるんですよ。例えば歌舞伎町とか六本木とか渋谷ですね、渋谷とか新宿、まあ行くと全然客数はいるんですけど、やっぱどうしても単価が伸びきらないので高速の利用とかはなかったりですね。なので結構その労働力の割には疲れるなっていう、まあ営業が続いたという感じでしょうか。で、いつも8万円とか9万円、10万円ぐらいやってる人も、まあ、6万円、7万円とか確率勤務では、って帰ってくることが多かったです。なので、まあ、そのぐらいの、営収感覚だなっていうか、売上の肌感覚かなっていうのは思いますし、私も実際ドライブ、それこそちゃんとね、営業していて思いました。で、このゴールデンウィーク期間中ですね、唯一攻めるポイントがあったのかなといえば、まあ、ターミナル駅、主要のターミナル駅と、あと空港ですね。例えば東京駅の八重洲口、品川駅の高輪口、このあたりは時間によって枯渇していました。で、あと空港ですね。空港は昨日、一昨日かな。私がね、飲み会で、現役ドライバーの飲み会に参加してたんですけど、そう、その日とかは空港でもうすっごい行列があって、遅れ便ですね。遅れ便で400人とか600人かな、くらい、そう並んでたっていう日がありました。で、空港の単価っていうのは結構やっぱり高いんですよ。なので、その遅れ便の情報を持ってた人とか、まあ、ボイスチャットとかで、そういう情報を得てる人なんかは、まあ、強かったのかな、その日は良かったのかなと思います。で、基本空港はですね、偶数奇数ですね、で、入港があったり、あとですね、その入港の仕方があるんですよ。で、1ヶ月ぐらい前に変わったよね。うん、変わりましたよね、最近の入港の仕方。そう、変わったので、しっかり、その営業所で、まあ、聞いてから行くようにしてください。はい、というわけで、今年のゴールデンウィークは、まあ、やや暇だったよねっていう感じです。で、来年のことまで言っておきますと、ゴールデンウィーク全休でもいいんじゃないかなって私は思っています。中で宣伝です。Twitter の DM で都内タクシーの転職相談を受け付けています。簡単な質問から有料企業の紹介、斡旋も行っております。源太経由で入社された方の限定特典として営業スキルの伝授などを行っております。詳しくは概要欄、ぜひご覧ください。まあ、稼げる稼げないとかではなくですね、そのまあみんなが休んでる時に、まあ休んでもいいのかなと思うのも一つありますし、ちょうどまあ1月とか2月に休んで、まあ3、4月って結構繁忙期なので疲れ溜まってきてる人いるんじゃないかなって私は思ってます。まあ、あと社会保険のまあ算定付きってこともあります。なので、まあゴールデンウィークをまあ無理して稼いで体壊したり違反取られたり、その他府県ナンバーの車とまあ接触したりするよりも休んでしまった方が私はいいのかなっていうのが、まあ今回の結論ですね。あ、一つですね、お知らせさせてください。今ですね、私、タクシーチャンネル源太として、まあチャンネルの運営を行っております。私が全部、まあ一人で喋って、編集してあげてるだけなんですけど、はい。日勤のチャンネルをですね、別で作ろうかなと思ってます。で、私、まあ日勤の経験もありますし、夜勤の経験もあります。昼日勤と夜勤の経験があります。で、確実勤はまあ、大方ずっと長いこと3年半ぐらいやってました。なので、まあ日勤のことも結構話せるんですよ。で、確実勤務とは違う、まあ働き方だったり、その給与の感じだったり、あとはですね、毎日家に帰れたり、確実勤務ってやっぱどうしても体への負担がとか、その睡眠の兼ね合いでとかっていうのがやっぱ出てくるので、まあそういうとこないよっていうところをお伝えしたいなと思ってます。これですね、チャンネルできたらまた告知しますので、ぜひそちらのチャンネルもよろしくお願いします。はい、本日は以上となります。よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またコツコツですね、配信続けていきますので、ぜひよろしくお願いします。タクシーチャンネル源太でした。バイバーイ。